ちびまる子ちゃんでおなじみの穂成たまえです。私はさくらももこだよ。はまるちゃん、はたまちゃん、今日はお家に招いてくれてありがとうね。いいね、私東京に別荘があるから。すごいいいね。私なんて静岡に別荘だってないよ。ところでまるちゃん、今日は早速来てくれたからいろんなものを用意したよ。あ、嬉しいね、うん、私が出てる漫画もあるね。そうだよ、大野くんと杉山くんだね。あ、BL だね。BL だね、まるちゃん。こりゃいいね。早速見ていこうね。じゃあ、いただきましょうか。いただきましょうか。いただきましょうか。おいおい、お茶だ、お茶だ。お茶だ、お茶だ。金吉くん、夜間くんのお茶だ。金吉くんと一緒に飲まーい。ピロちゃん。満月の日に美女になるのなんで知ってんだよ。じゃあ食べよう。
ましょう。食べましょうか。なんか温かいの飲みたくなった。あ、とりあえず今のところは大丈夫。あ、まずのマグカップ。サワモスって何？あの質がいいんですよ。保温器。すごい。保温できるんだ。はい。100均のコップしか使わない。100均の高級なコップ。エルセンさん一人暮らししたらきっとなんか節約生活してそうですね。どうでもね、しざるを得なくなりそう。あのおじゃる丸に出てくる貧乏神の貧乏のあの人、うすいさん、うすいさん、紅茶さん、紅茶欲しい、まだ10回も使えたの。あれやってそう、やってそうな。だって私今でもやばいからマスカラがなくなりかけてきたなって思うと、水を何滴か入れてガシ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 ってやると、そっから2ヶ月持つの。すごい、これ使える。いいエピソード聞けました。マスカラガシガシ、うん、使えるんですか。うんうん、へえ。私あのファイバーウィッグ デジャブっていうマスカラ使ってて、繊維がくっつくみたいな感じだから、繊維がいっぱい入ってるから水で、なんだろう、繊維が溶けるっていうか、うん、水入れても分離しないというか、マッチで。今はやってないけど、昔アイライナーも節約してて、昔よくフリップネタで墨汁使ってたから、アイライナーがなくなると墨汁つけて墨汁に書いてるときは。すごい。昔やってた。墨汁でもにじまなくて。何ですか。墨汁ならアイライナーに使うなら永遠に、5年でも6年でも永遠に。すげえ。なかなかの貧乏エピソード。すごい、そういうのをいざっていう時に語れますね。確かに。ところでまるちゃんは最近花輪くんとどう。いやー、それが花輪くんちょっと飽きちゃったからさ、あの、ま、最近流行りのマッチングアプリをちょっとやって出会いを求めてたんだけど、なんかかっこいい人っぽい写真だったけど、いざその人とマッチングして会ってみたら中野さんが現れたんだよ。なんかやっぱ中野さんって奥手だから、マッチングアプリで知り合えると思ったみたいだね。中野さんってあなただよね。恥ずかしい。恥ずかしい。おじいさん世代だと年齢差がすごいよ。結局その時パフィーを奢ってもらっただけで終わりだよ。たまちゃんは最近どう。実はヒデチートヒデチート園芸でちょっと仲良く園芸で仲良くなってから、なんかヒデチートのお家に遊び行くようになって、たくん花輪くんちもたまに行く。花輪くん私のあれだから、これあ、これあれ、ヒデチートヒデチート花輪くんどっちが。出てる。そうそうそう、カツオとかが住んでると思って、私のネタみたいだなと思って、その中でカツオが住んでるかもね。なんかちびまる子ちゃんがメルヘンのネタに寄せてきたの、勝手に勝手に面白いですよ。あったあった、すごいギャグですよね。そう、世田谷に住んでるなんて思っちゃうんだね。カツオ思っちゃう。カツオの他にサザエさん何ができるんですか。僕はタラちゃんです。年寄りにこびるです。とタラちゃんとハイちゃん、イクラちゃんと、イソノク花沢さんと、イソノ野球やろうぜ、中島と、ただの猫だな。今のなんかタマの声ってできそうで難しいっていうか、特徴が意外とあるというか。あ、近いかも。いいかも。あの昆布ちゃんさんと、こうできるやつはあって、中島だけ被らないですね。あ、中島昆布ちゃんさんってやんないし、中島はやってない。うん、あ、じゃあ中島いっそもう。なんか前レッピーちゃんとハッシーさんの2人での YouTube の動画を思い出した。手料理を振る舞う。ツイッターいいねしてくれて、家族で応援されてる。家族で
海道の人だね。北海道ね。北海道からいいねと届いた、うん、北海道はダーヨシ君とか高田ポルコちゃんとか北海道出身。そうなんですね。ダーヨシさんそうなんですね。そうそうそう、同じ養成所って言ってた。北海道のお笑い養成所。あ、そうなんですね。あるんですね、それ。そうそうそう。それで東京出てくるんですか。北海道超遠そう。行ったことないけど。すみません、高いの見たくて。あ、どうぞどうぞ。Thank you.